あ、こんなんが流行っとるんか。何を見ているんです？最近えらく話題なんや。謎の覆面ダンサー言うてな。覆面ダンサー？顔も声も一切出さんと黙々とダンス動画をアップしとるらしい。そういえば私も聞きました。正体不明ながら天才的な実力だとか。動画の再生数毎回すごいで。同じ振りで踊るブームもあるしな。エミは知っとるか？興味ない。ん？へえ、このダンス。なんや、気になるんか？ねえ聖一、これ踊ってみてよ。ハンドレッドノート。いきなりなんやねん。だってかっこいいじゃん。近くで見てみたいと思ってさ。あ、もちろん完コピでよろしく。できるか！俺かて初見やぞ。まどかさんのお願いですよ。できないなら練習あるのみです。はい、スタート。ああ、ほんならええこと思いついた。エミとケンゾーも一緒に踊るならやったってもええで。は？俺だけなんて納得いかんし、これならエミの運動不足も解消するやろ。どうや？何をふざけたことを。まどかさんがダンスなど。いいよ、やろう。え？エミ、お前踊るんか？ほんまにか？なんだよ、言ったのは聖一だろ。ほら、ケンゾーもやるよ。聖一くんの言うことを聞くのは尺ですが、まどかさんがそうおっしゃるなら。よし、振り付けを覚えた。早っ！マジか。最初のステップはこうでしょ。さすがまどかさん、完璧ですね。どうされました？手足がだるい。ダンスって疲れるね。体力ないにも程があるやろ。危ない。まどかさん、どうかご無理はなさらずに。ここはこうか。ほっ。聖一くん、足が逆です。そこのターンは左足を軸に。そうか。動画やとダンサーが正面向いて踊っとるやん。右左がわからんくなってもうて。はあ、見よう見まねではなく、きちんとルーティーンを覚えるべきです。右左ルーティーン、一つ一つの道筋か。まどかさん、やはりこのダンス練習には何か意味があるのですね。は？どういうこっちゃ。よし、すべて解読できた。じゃあ行こうか。行くってどこに？覆面ダンサーに会いにさ。詳しくは移動しながら説明するよ。急いだ方がいいだろうから。てめえふざけんな！もう踊れねえだと？せっかく稼いでるのによ。無口なお前をプロデュースしてやって感謝してほしいくらいなんだが。お前はバズって人気者になり、俺たちは謝礼として動画の収益をもらう。ウィンウィンじゃねえか。そこまでや！勝手なこと言いよって。なんだてめえら、どうしてここが。お待たせしました。もう大丈夫です。君の SOS とこの場所を示すヒント、確かに受け取ったよ。ありがとう。覆面ダンサーを拉致監禁して金儲けのためにダンスを強要しとったとは、とんでもない奴らや。全く大胆な犯行でした。あのダンス動画の裏でそんなことが起きているとは誰も気づけなかった。エミ以外はな。ハンドサインってあるだろ。派手な振り付けの中に SOS のサインが紛れてた。監視の目がある中で助けを求めるための苦肉の策だったのでしょう。声を出すんはもちろん、表情で訴えることもできんからな。でも SOS のサインだけじゃ救助は期待できない。だから監禁場所を示すヒントも隠されているんじゃないかって思ったんだ。それでわざわざ踊ってみたか。実際にステップワークを再現してようやく分かったよ。ダンスの中で足が移動した軌跡が街の地図と重なっていたんだ。そうやって座標を伝えていたと。天才ダンサーならではでしょうか。ダンスはともかく、推理の方はビシッと決まったな。あ、どうしたの？もう帰ろう。せやったら踊らせる前に教えてくれてもよかったやんか。あの時点では確証がなかったからね。外れてたら恥ずかしいだろ。あ、恥ずかしいってな。ま、僕も踊ることになったのは予定外だったけど、聖一が必死にダンスしてるの見て面白がろうと思ってたのに。
確かに聖地君が必死にステップを踏んでる姿はなかなかに珍妙で愉快でしたね。やっぱりそういうことかい。おーい、いつまで寝とんね。起きてるよ。でも起きれない。あ、全身ズキズキする。筋肉痛ですか。かー、あの程度で情けない。俺立て、そういう時こそストレッチとかがええんやで。え、やだ、痛い、動きたくない。それはそれとして、まどかさんのダンス動画、貴重な記録が手に入りました。ハンドレッドノート、初の小説が発売されるよ。まどかさんの活躍を描く4つの物語を収録した連作短編集。キャラクターデザインを担当されたミサ先生書き下ろしのクリアカードしおりがつきますよ。ランダム全3種類、初版限定。今すぐ買いに行かなければ。おお、告知中やぞ。どこ行くんや。見てくれてありがとう。おやすみ。チャンネル登録と高評価もお願いせえや。いいじゃないですか、それくらい。他の動画もぜひ見てくださいね。エミを甘やかすな。